はい、今日4月2日なんですが、今日特急ジャーからお手紙が来ました。めぐるくん宛に特急ジャーからお手紙が来たんで、めぐるくん、はい、どうぞ。はい、あんな感じのね、封筒というかに入って、手紙が届きました。そしてね、このおめでとうっていうね、書いてある写真と、シールですね、こちら、はい、が入ってました。それと、めぐるくん宛に手紙が入っていたんで、それはお母さんに読んでもらいたいと思います。めぐるくん、いいですか？特急1号より、めぐるくん、進級おめでとう。いつも俺たちの応援してくれてありがとう。めぐるくんの新しい毎日が始まる。なんだかワクワクするよな。特急2号より、新しいところだから持っていくものを確認して朝ちゃんと起きれるように早く寝ようね。特急3号より、忘れ物をしない準備ももちろん大切だけど、これからのスタート頑張るぞっていう気持ちも大事だね。特急4号より、まずは元気に挨拶することだな。最初は勇気がいるけど頑張ってくれ。特急5号より、初めて会う人もいっぱいいるから緊張しちゃうかもしれないけど、お友達もいっぱい作ってほしいな。特急1号より、俺にははっきり見えてる。たくさんのことにチャレンジして、そして頑張ってるめぐるくんの姿が、俺たちも君に負けないように頑張るよ。これからも応援よろしく頼むな。2014年春列車戦隊特急ジャーより、追伸、ひらがな頑張っていること知ってるぞ。僕たちと一緒に頑張ろう。お手紙書くからポスト見てね。以上、特急ジャーからのお手紙でした。めぐるくん、どうですか？ひらがな頑張ろうね。おめでとう。